酢の素。酢ですよ。酸っぱそう。酢。でもね、酢って体にむちゃくちゃいいんですよ。今回なんでこの酢のペットボトルをこうやって出しているかと言いますとね、お、ほら、ピントが合うでしょ。ピントが合うでしょ。ピントが合うでしょ。 Vlog カメラいいですね。っていうのを見せたいんじゃなくて、これね、いただいたんですよ。いいですか、お手紙が入ってました。プライバシーに配慮しながら読まさせてもらいます。久保家の皆様、初中お見舞い申し上げます。このお酢はご存知でしょうか。知りません。令和の怪物佐々木さんも愛用のお酢です。マジですか。佐々木、これ朗希さんって読むんですか。ちょっと待ってくださいね。なんかね、無知をね、さらけ出してるような気がして、ちょっと恥ずかしいんですけども、佐々木朗希さんですね、すいません、野球選手の佐々木朗希さんもこれを使ってるということなんですよ。これすごいじゃないですか。へえ、本店で購入です。いや、ありがとうございます。それはありがたいですね。なんか酢飯でも作ろうかな、お寿司でもね。岩手県大船渡市民はこれで育つのです。本当ですか。知らなかった。調べてみようかと思います。大和くんもこれでパパより大きく育ってください。大きくなるんじゃないですかね。注意、初めての方はまず指でちょっと舐めてみてください。酸っぱくてびっくりします。酸っぱさの中に甘みがあります。コクがあるんだな。はい、いや嬉しいな、これ送っていただきましてありがとうございます。ついついにっこりスマイルでございます。これね、早速調理させてもらいますんで、ちょうどね、お米を炊いたところだったんですよ。楽しみですね。酢の素、皆さんもこれね、岩手県大船渡市では有名らしいんで、ぜひ調べてみてください。私もね、岩手になかなかお邪魔できないんで、酢だけでもいただこうかと思います。ありがとうございました。ありがとう。